さあ山形ワイバンズスターティングファイブです。1番中島義文、15番オーランド・サンチェス、25番ケニー・ローソン・ジュニア。さあブザーが鳴りました。まもなく試合開始です。もう一度パスを回していく中島、まだシュートに行かない中島、ね、サンチェスハンドオフで河野に、河野にボールが戻ります。この後ですね、ここで欲しいんですよね、はい、シュートに行った、河野河野苦しみながら持っていくが、タッショットバスケットカウント。よく決めましたね。田原アタックするか、アタックしていく、決めた。大きくゲームの流れがこれから動きますよね、はい、マブンガバランスを崩したサンチェス、パスを回していく、鈴木サドラスリーポイント4本目。いやこの20サンチェスボールをキープして、ローソンまだシュートに行かない、山田スクリーンアウト、サドラジャンパー決めた。中島ウィリアムズ、サドラ、コモダ、サドラリバウンドは4番マブンガ、自分からシュートに行く。ここの1対1はファールできないんですよね。マブンガ決めた、ね、いい狙いですね。48対41、さあ背中が見えてきました、差は7点です。あの山形のオフェンスが問題なんですよね、なかなかいいオフェンスになってないんですよね。中島レイアップバスケットカウント。完全にディフェンスを振り切りました。ショットクロック8秒7秒6秒、ここで5秒、中島自ら行くか、2秒1秒、ギリギリ決めた。出場してるんですよね、はい、実は第3クォーターはプレータイムがないんですよ。ははははこの第4クォーターは全部10分間いくぞって、そんな感じでしょうかね。マブンガ、さあマブンガ抜いていく、抜いていく、木村ジャンパーどうでん、ウィリアムズリバウンド、山形中島取った、14秒になった、パスを回していく、もう1本ウィリアムズどうだ、スリーポイント、プレーしません。試合終了64対56。